こんにちは、生態ニコニコサインダードです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日もですね、養老鉄道からこんにちはということで、顔が真っ黒になってしまいましたが、お届けしたいと思います。で、今日はですね、前回座席の座り方ですねについてお伝えしたんですけども、その実際座席にしっかりですね、軟着陸して座ることが大事だということをお伝えしました。その軟着陸した後にどういうふうな姿勢でその後で実際ですね、座席に座っていたらいいかということについてお伝えしたいと思います。ちょっと車内放送になってますけども、聞こえますでしょうか。大丈夫でしょうか。座った後どういう姿勢でいればいいかですねについてお伝えしたいと思います。まずこう軟着陸でこう座っていただいて、その後に、こう起こしてくるわけなんですけども、起こし方はちょっとここを取れるようにするとですね、こうお尻がこう座席にこう近づいて、ここのお尻の真ん中に、ここに仙骨という骨が出ます。ここの真ん中のお尻の真ん中にある骨がこうしっかりですね、この座席のシートに当たるようにしてあげます。で、もし当たらないようでしたら、このお尻をですね、こうズリズリズリと、このお辞儀した状態でズリズリズリとしっかりここの後ろのシートに押し当てます。で、押し当てたら、そこからこの仙骨が当たって、真ん中の骨が当たって、その当たったまま体を起こすというふうにしていただくと、腰がですね、腰がこう後ろに倒れずに、しっかりそのお尻のここの座骨が、ここが支えられた状態で、仙骨が骨盤の後ろに倒れずに座ることができます。ほとんどの人は座った時に、ですね、こんな感じでですね、こういう感じで座っております。骨盤が後ろに倒れてしまっています。倒れてこう座っています。そうしますと内臓が圧迫されるだけでなくてですね、腰回りの筋肉が伸ばされっぱなしになりますので、腰に疲労かかりますし、頭はこう前に倒れますから、肩、首こり、それから頭痛にもなりやすいですので、しっかりこの骨盤がですね、しっかりここに当たって、ここからスーッと降りてきて、骨盤でしっかり体が支えられるようにする。骨盤が後ろにも倒れないように、しっかりこう立った状態で座れるように、するといいです。ほとんどの人はこの電車の中とかバスの中で、もう骨盤がですね、後ろに倒れて、骨盤の真ん中にある仙骨の骨も後ろに倒れて座ってますので、腰に負担かかりますし、内臓にも負担かかると。で、1分とか2分やったら、10分とか20分であれば大丈夫なんですけど、それが毎日のように繰り返されると、腰に疲労がたまって、どんどんたまるようになってしまいますので、まずしっかりこの骨盤で、これはしっかり立った状態で座れるようにやってみてください。で、それでも疲れてきた場合はちょっと、一回立つとか、ちょっともぞもぞしながらですね、ちょっと体を動かしながら血液の流れを良くして、それでまたしっかり座面にですね、仙骨を押し当てて座ってみるといいです。ということで、今日は電車とか飛行機、それからバスなどの座り方ですね、これはお家に行く時も使えますので、ぜひこういう風に座ってみてください。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。